さて、えぇ、ー、セクション5は、不法和単化水素。えぇ、ー、二重結合や三重結合を含む単化水素について説明をしていきましょう。えぇ、ー、セクション1の2でね、原子間の距離っていうのを扱いましたね。一番長いのが単結合。その次に弁ン環ンを有しているもの。二重結合が短くなり、一番短い結合が三重結合。なんていうのはちょっと振り返っておきましょう。 さて、えー、不飽和炭化水素。えー、まず、不荷反応が起きやすいってことですね。はい。二重結合や三重結合などは、不荷反応が起きやすいんだということです。その不加反応によって、脱色反応、ね、えー、収素水の色を消したり、えー、カマンガン酸カリウムの色、赤紫色を消したりしますね。で、この不飽和炭化水素っていうのは、縮合によって生成されることが多いと。これはこの後、 多分、あのー、見るとわかると思います。で、この用語ですね、えー、ちょっと復習しておきましょう。高分子化合物、ポリマーを作る材料、材料のことはモノマーと言います。になりますね、と。えー、セクション3の3の7を参照くださいというふうに書いてありますね。あ、えと、ー、でしっかり見ておきましょう。では早速、アルキンから行きましょうか。アルキン、一般式は CNH2N-2。 2n-2 になるものは、えー、シクロアルケン。えー、こういうふうに、えー、炭素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 ってあった時に、これだとシクロアルカンですが、どっかに二重結合がある。これがシクロアルケンでした。これが、えー、同じ化学式異性体の関係になると。そして、えー、アルキンは三重結合を有しているよと。で、構造としては、えー、このように三重結合があるところの、 一本手が出たところ、まあ、ここに水素があればアセチレンになるんですけども、ここまでが同一直線状になるよってやつです。三重結合が直線、二重結合が同一平面なんていうやつも、えー、しっかり確認しておきましょうね。アセチレンの作り方です。 炭化カルシウム、えー、カルシウムカーバイドなんていう言い方をしたりしますが、それで水を加えると、このような化学反応式。CAC2 足し算することの 2H2 を痩る印、アセチレンプラス、えー、水酸化カルシウム。はい。アセチレンの作り方はね、よく問題で問われますので、しっかりここで覚えておきましょう。 アセチレンに HX、えー、何化水素、X 化水素ってやつですね。それを孵化させると、ビニル機というものができます。そう、CH2CH CH。これを我々はビニル機と呼んでいます。 はい。で、ここに、例えば、塩素が来れば、塩化ビニル。えー、ここに、えー、OCOCH3、酢酸が来れば、えー、酢酸ビニル。なんていうふうな、えー、感じになるわけですね。で、同じように、水を孵化させたらどんなことが起こるかっていうのを、ここでしっかり確認しておいてください。アセチリンに水を孵化させると、酸素原子の電気陰性度が原因で、異性化。 というものが起きます。異性化っていうのは、まあもうちょっとわかりやすく言えば、官能期の変更と言えばいいでしょうか。例えば、ここにアセチレンがあります。えー、硫酸水銀。 これ、ナマタの病の原因でしたね、確かね。え流、ー、サ水銀を触媒として水を孵化させると、エッと O h がそれぞれこのような形でくっつきます。ただ、O は非常に電気陰性度が大きいので、C、二重結合 O を作りたがるんですね。だから、このエッジを吹っ飛ばします。なおかつ、これ今、 炭素原子て 5, 5本入っているので、これはまずいので、1本消え、このように水素がくっつく。そう。アルコールだったものが、えー、ホルミルキ、えー、CHO、このように形が変わるねと。これを我々は異性化と呼んでいます。まとめると、えー、アセチレンに水を付加させたら、アセトアルデヒドができるよ。こんな感じになるわけです。 そして、アセチレン C2H23 倍すれば C6H6 ベンゼンができるねっていうやつです。その他に、酸素アセチレン炎。まあ、これは非常に燃焼熱が大きく、なんか金属をカットするのよく使われたり。銀アセチリド。ええー、アセチレンの H の部分の代わりに銀が来たものですね。これは、えー、衝撃により爆発する。 なんていう風なやつですか、えー、工業的にはメタンや石油の、えー、熱分解により得られるよ。なんていうのを頭に入れておくといいんじゃないですかね。では、えー、ちょっとこの左側のページを使って、えー、アセチレンを中心とした反応系統を抑えていくことにしましょう。では行きますね。 まず、アセチレンに水素 H2 を孵化させると、えー、二重結合が一本切れて、孵化反応が起きて、エテン、エチレンができます。アセチレンに酢酸を孵化させると、酢酸ビニル。はい、これちゃんと構造式かけるようにしましょうね。どんどんいきます。シアン化水素。なんじゃこりゃって感じですね。HCN です。 H と CN それぞれ分かれてくっつきます。こんな物質ができます。アクリロニトリル。アクリルという樹脂があるんですけども、えー、それを作る、えー、モノマーになります。アクリロニトリル。塩素 CLCL CL を付加させるとどうなるでしょう自分で化学式かけますかね構造式かけますかね ?1、2、ジクロロエチレン。 1,2, ジクロロエチレン。名前の付け方大丈夫ですね。えー、まずエチレンがある。そして、1番目と2番目の炭素にそれぞれ、クロロ。えー、塩素がくっついている。2つあるから字を付けた。そんな感じですね。そしてさっきの復習です。水。孵化すると異性化しました。できた物質は何でしたっけ アセトアルデヒドでしたね。大丈夫アセチレンに水でアセトアルデヒドです。アセチレンに水でアセトアルデヒドです。大丈夫ですか三分子重合させるとどうなりますかベンゼンができましたね。そして、塩化水素を付加させると何ができるかっていうと、塩化ビニルができます。ここまでいいですかさて、次に、えー、アルケン。 えー、CNH2N ですね。えー、これについて話をしていきましょう。二重結合が存在しています。そして、えー、異性体としてシクロアルカン。例えばこんなやつですね。全部単結合でできているやつです。こいつら CNH2N。OK。構造とすると、二重結合があるこのように炭素があったら、その炭素から生えている手。例えばここに水素が来れば HN なんですけども、 ここまでが同一平面上に存在しているわけです。これもよく聞かれますね。そして、もちろん、えー、もう皆さん大丈夫かと思いますけども、例えばここに CH3、CH3 という風うに来た場合には、ただの二部点じゃなくて、トランス二部点という風うに言えるようにしておく。 遠くにくっついているやつはトランス型だったねっていうのも、ここで思い出しておきましょうね。さて、エテン、エチレン、C2H4 についてです。えー、確か、えー、リンゴから出てくるガスっていうのが、確かエチレンだった、えー、小学校の時の記憶なんですけどね。えー、これはエタノールの脱離反応で作ることができます。 はい。エタノールを脱離させるってどういうことかっていうと、C2H5OH。これを硫酸を触媒として、はい。温度ポイントです。高め。160度から170度で反応させると、はい。一回やった気がしますが、復習しましょう。これがエタノールでした。皆さん大好き。お酒で出てくるあいつです。で、一分子内で、水が取れること。 これを脱離と言いましたね。そうすると手が余りますんで、この手が、こうくっつく。えー、こうやって、エチネン、エテンはできているわけです。そして、えー、ビニル機。はい、CH2CH CH ってやつでしたね。これは、モノマー。つまり、高分子化合物の、えー、材料として使われるわけです。塩化ビニルを負荷重合させましょうと。負荷重合をもう一回確認しておくと、こんな感じでした。 まず、モノマーをこのように用意し、そして、えー、それを多数くっつける。そのためには、ここの二重結合が単結合となって、これをたくさん繰り返した。くっつけた。これは多数という意味でしたね。N は。こういう風に反応するよってやつでしたね。 そして、そうだね。このエタノールの脱離反応について、ちょっと実験図を用意したので、見ていただきたい。こんな感じ。この実験図の意味でね。えー、まず、エテンっていうのは、エチレンっていうのは水に溶けにくいから、水上置換法で集めることができるよと。そして、濃硫酸は、えー、脱水。えー、温度は160度、170度。 これが130度から140度の時にはジェチルエーテルができるってやつでしたね。輸浴というのは一体何なのかっていうと温度を安定させる。そう。 液体は、え比、ー、熱が大きいですから、直接加熱するよりも温度の上昇幅が緩やかになるんですね。ただこれ、水浴はダメなんですね。理由はすぐにわかると思いますよ。水の沸点は100度ですから、えー、水浴したところで160から170にたどり着くことはできないよ。という感じです。そして、えー、このような安全瓶を用意して、たとえ逆流したとしても、ここで、 水をキャッチしてしまえばいいじゃないかっていう。まあこれが頭に入ってりゃいいんじゃないかなという気がしますね。さて、ちょっと応用編を。一つ目、マルコフ・ニコフ足まあ僕は、えー、よく、類は友を呼ぶなんていうふうにね、えー、覚えています。 正確に説明すると、水素原子は水素が多くついている炭素側が持っていくねと。例えばここに、えープロペンがありますと。えー、プロピレントも言うんですけどね。これに塩化水素を付加させるとき、この水素はどっちにくっつくんだいっていうことを聞かれるわけです。そうなったときに、この水素、 ね、左側のこの水素っていうのは、エッジが1個あるわけですね。それに対して、右側のこいつは、水素が2個あるわけです。エッジが多くついている方が、水素を持っていくので、こっちにエッジが。こっちにエッジじゃない方、CL が来る。そう。この2クロロプロパンが、 主生生物。よくできる物質として出てきます。もちろん、それが反対になったもの。複生生物として、えー、1クロロプロパンも若干ではありますが、できます。というやつです。マルコフ、2個不足実際に問題で出てくるときには、こういうふうなことが言われているよと説明があって、まあ出てくることがほとんどですね。それと同じように、やっぱり説明をしてからっていうのはこのオゾン分解ってやつですね。 ある県の構造決定に利用します。もう一度、ある県っていうのは必ず二重結合を含んでいて、そして何かがくっついている。ねえ、これの時に、えー、オゾンを使って、この真ん中をバツッと切って、間に O を入れ込む。これがオゾン分解と言われるものです。この R1、R2、R3、R4 のどっかに H が入ると、 例えばここに入れてみましょうか COH ホルミルキができますアルデヒドができますよとつまりアルデヒドができてるよって言われたらこのどっかに H があるんだなって我々は判断することができるわけです全部炭素が1個以上ついているんであれば必ずケトンができますよねそんな感じでございます OK かなじゃあこっち見てみましょうかこの続きですね まずは、えー、エチレンに水素を孵化させると何ができますかはい。エタンができますね。エチレンに水を孵化させるとどうなるかはい。エタノールができます。逆に言うと、逆に、えー、脱離反応を起こせば、字汚くてごめんなさいね。脱離反応を起こせば、 エチレンに元に戻してあげることもできるよってことですね。収素を孵化させると、1、2、ジブロモエタン。エチレンを、重合させると、ポリエチレンになります。まあ、えー、エチレンというのも、非常に広い意味ではありますが、CH2CH。CH はい。ビニル器を持っている。という風に言うことができますから、やっぱり、えー、ポリマー、えー、高分子化合物を作りやすいやつ系です。塩化水素を深させて塩化ビニルをさっき作りましたが、これも重合させると、ポリ塩化ビニルができますねっていう感じですね。ちょっとこっちの方には問題があるので、問題を解いてみましょう。7番。 C3H6 という化学式で表される異性体。炭素3つ、えー、水素6つ。まず、えー、CNH2N という形になっていますので、考えるのはアルケン。二重結合を含んでいるもの。プロペン、プロピレン。まずはこれを考えるべきですね。そしてもう一つは、シクロアルカンを考えるべきでしょう。 シクロアルカンですから、この場合はシクロプロパン。これを考えてあげればいいねっていう感じです。8番。同じ思考でいきましょう。C4H8 も、アルケンとシクロアルカン。この順番で考えていくことにしましょう、えー。数え方のポイントとすると、まずは炭素を直列に並べる。で、まずここに二重結合がついたものを、 ここに二重結合をついたものを考える。そして二重結合を作った時に気をつけなければいけないのはシストランスの存在です。一番はこことここがどうせ水素ですからシストランスは取りようがないですけども二番だった場合にはどうなるんだろうっていうふうに考えていくといいですね。ではまずはここから考えていくと 一部点次はこここれはシス・トランスを取りそうですからまずはシス2部点そしてトランス2部点。 で、もちろんこれ両方とも CH3 が、えー、こっちに来ちゃうっていう場合もありますね。こっちとこっちに CH3 が来ちゃう。それは何になるかっていうと、に、メチルプロペン。大丈夫かな両方とも同じサイドに CH3 が来ちゃったっていうやつですね。はい。ええー、あとは輪っか考えましょうか。シクロを考えましょうか。輪っかっていうのは、 最低3でできるんですよ。これこの間ね、あのー、一般式の時に確定し、えー、っと、確認しましたが、最低3でできるので、まずは3の輪っかから考えましょう。メチル、シクロプロパン。3個の輪っかでできていますね。で、どっかにメチル基がついている。そして4個で輪っかを作ればいいですから、シクロブタン。 こんな感じになるわけです。大丈夫でしょうかね。さて、えー、これで炭化水素のお勉強が終わりました。次回は、えー、たくさん共通テスト形式の問題を解いて知識を確実なものにしていきたいと思います。ありがとうございました。